28日にかけての雪の情報をお伝えします。宇野澤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今後の雪のエリアを見ていくといかがでしょうか。はい、はい、だいぶですね、甲信エリアの方から関東エリアの方にそのエリア広まってくるかな、そんな状況となりそうなんですね。はい、まずはこちら、27日月曜日午後9時21時の予想になるんですけども、まあ、甲信エリアはだいぶ広い範囲紫色に塗られています。こちらの方は雪になるわけですね。はい、で、あとは関東南部という展開を考えてみると、神奈川の西部、それから東京の西部、それから埼玉の西部、あと北関東の山沿いというところが、まあ、雪といった状況となります。はい、で、薄いピンク色になっているところ、こちらがみぞれなんですけども、そのすぐ東の方にはもうすでにみぞれのエリアがあると、そんな状況となっています。で、今後このみぞれ、雪のエリアなんですが、徐々にそれぞれ東または南の方に移動してくると、そんな状況となりそうです。こちらの方が28日火曜日午前0時の状況なんですけども、東京都心部もこちらみぞれになっているだろうということが予想されるんですね。はい、また多摩の方、八王子付近などでは、まあ、しっかりとした雪となっているということが予想されます。で、その後なんですけども、ではいつまでこのみぞれ雪が降り続けてしまうのかというところなんですが、こちらも時間の方を進めていきましょうか。はい、ではこちら午前5時の段階です。午前5時の段階になると、東京都心部はまた雨に戻ってくるといった状況とはなりそうですね。はい、ただこの甲信エリアはずっと降り続いてしまうということもありますから、だいぶ積雪量増しそうなんですよ。ではこちらの方が今夜午後8時20時から明日の午前8時までの予想される積雪の量なんですけども、特にこの色が紫になっているところが10センチ以上ということで、まあ、しっかりとした雪の積もり方になりそうですね。場所としてはやはり山梨、それと長野の北部、あとは埼玉秩父、東京多摩、あと群馬の西部というところがメインかなと思うんですね。特にこの東京と山梨の都県境付近というのは、場所によっては10センチか20センチ程度積もることもありますから、十分注意をしてください。また八王子付近だと、あ、道路にうっすら積もるレベルかなという感じになりそう。はい、都心の方ですと、まあ、今のところはですね、もし積もったとしても、まあ、芝生にうっすら積もるレベルということで、まあ、ほぼ積雪はないんではないかというのが現在の予想になっています。はい、わかりました。28日にかけてこの雪によって交通機関に影響が出る恐れもありますので、今後も最新の情報をご確認ください。